たいことですね。はい、今回のプリントはですね、仕事の中で上達するためにはここがコツですよというプリントです。斉藤隆、まずこのセリフを口に出せ、ビジネスハンドブックという本からの引用です。08年と書いてますように、すでに5年前に一度やってます。5年前にやってても、5年前に入った職員がきちっと基本を押さえてるかどうかというのがちょっと首をかしげるところがありますので、今新人で、やってる、今日いる原田さんをはじめですね、ぜひ基本を身につけていただきたいなと思います。どういう職場に入っても基本が身についてると、その職場で、どんどん、上達していくという、まあ、あの社会人基礎力とか言いますけども、それです。で、斉藤隆さんは私も偏愛マップとかでとてもお世話になってるんですけども、この前夜陰に来ましたけどね、あのビジネスマン向けにも、まあ、元々は明治大学の国語の先生なんですけども、ビジネスマン向けにもこういうお話をしたり本を書いたりしております。で、このハンドブックの中の3、4、5、8を、引用しています。3というのはですね、仕事を盗んでいいですか、上手な人の仕事を盗む力。4、メモを取ります、自分を育てるメモ力。これができてない人がいましてですね、利用者向けに、利用料が上がりますという、文章を持ってきて、もうちょっとこういうふうに直したらいいんじゃないかなと私はだらだらと言ったり書いたりしたのを、ボサーッと立って見てる人がいてですねちゃんとメモを取って聞いてちょうだいねと。で、2回目出してきても同じとこ同じように書いて、こりゃ困ったな、もう10年も経つのにと思いながらですね、メモ力ね、原田さん、新人はどういうメモを取りながら先輩のね仕事の動きを見習ってやってるかというのを見ると分かるわけですよね。はい、メモ取ってます。今日から松山さんメモ取らんと、大きい帳面持ってきてますけど私もですね、こういうちっちゃいメモポケット入れてるんですけども、日頃はまあこういうでもうだんだん老化現象になって、こういう大きいメモをですね持ち歩いておりますね。はい、5番目がですね、マニュアルを作ります。新人の方は ひとまとまりの仕事をですね、だいたい今あるマニュアルを、見せられます。プリントでもらったりします。それに自分なりにいろいろ書き込んでいってですね、自分なりに工夫した自分なりのマニュアルをもう自分で作っていくというふうな、ことが大事だと思います。6番目、そう来ると思ってやってます、やってあります。チームの暗黙知を高める予測力。チームプレーをするにはですね、暗黙のうちにの約束事がたくさんあって、それを予測しながらですね、動いていくということが大事ですと。で、通称の朝礼とかこういうのを見てもですね、通称の運営をしていくにあたって、これまで十数年やってきた、まあ、マニュアルといいますかね、標準化された仕事の動きというのが蓄積されて、いろんな文書とかこういうボードになっているということなんですね。はい、ということでこれを一つ一つやっていきますけども、では最初のとこだけまず読みますね。仕事盗んでいいですか、上手な人の仕事を盗む力と。クリアにポイントを見抜け。今の若い人は見習うということをどう思っているだろう。私は仕事を覚える上で一番重要なのは、実は見習う、つまり見て覚えるということだと思う。いちいち教えられなくても見て盗める人間はこれは間違いなく可愛がられる。教えられたことだけ、言われたことだけをやるというのと見て盗むという構えとはもう全然違う。仕事のできる人を見て、この人はどうしてできるのか、何としてもポイントを盗んでやるという構え、これを持っていないと、たとえ能力のある人でも全く盗めない。つまり、盗む力は能力じゃなくて構えの問題なのである。学生時代は席に座って教えてもらうといった受動態であっても、まあどうにかなった。しかし仕事となると、自分の方から相手に視点をシフトしていかないといけない。まずこの人はどうやってこの仕事をしているのかを強く意識化してみることが必要になる。
それは真似るとも言うし、昔は技を盗むと言った。要は真似て自分のものにするのだ。学ぶというのが真似るというね、真似部というのから来てるというふうにも言われております。日本の古い言葉の中では、だから漠然と真似てはいけない。特徴のない似顔絵がつまらないようにデフォルメする必要がある。デフォルメというのはポイントを拡大することだ。はじめに何がポイントなのかを見抜いてクリアにしなければ、なんとなくこんな雰囲気なんて、ぼんやり真似ても技は盗めないと。で、作り手の心で盗め。ではどうやってその技を見抜く、盗む構えを作るか。昔の徒弟制度ならともかく現代には厳しい修行を積まずとも もっと合理的な方法がある。それはまず一度言語化してみることだ。文字にして書いてみるとポイントがはっきりして意識化できるようになる。例えばテレビが番組で訓練してみる。私は小学生から大学生まで同じメニューでやらせてみるが、まず日本語で遊ぼう NHK 教育の番組を作、この方がプロデューサー作ってますけどもを見せます。10分間、この10分間の番組の段取りを全部書き抜いてもらう。オープニングからエンディングまで。そうすると十数個の場面に分かれていることが明確に分かってくる。ぼーっと見ていたらそれはおそらく気づかないだろうと。面白かったとかつまないとかで終わってしまうが、その十数個の段取りを見抜いて展開を書き写すだけで番組の構成がつかめてくる。要は自分が作る側の視点に回ってみることだ。お客さんではなく実際に作業するプロの側に立ってみる。それがいわゆる学生と働く人間の一番大きな違いだと思うと。で、自分がセミナーを聞くつもりで参加する。ここで、企業の人事部の人たちに一つ提案をしたい。私だったらこんな入社試験をするがいかがなものだろうか。まずある仕事を私が実際にやってみせる。例えば自分の本の企画を志望者たちの目の前で作ってみせる。その仕事が終わった後、じゃあこの仕事のポイントを列挙してくださいといきなり書かせる。言語化せよという問題だ。これで彼らの実力がほぼわかる。要するに常に意識して見ていないと大切なことがぼーっと過ぎ去ってしまうのだ。何も引っかからない。もし見る視点で既にメモしていればとっさの問いにも答えられるが、何にも指示されない時点で私のやることをメモしている人なんて今の若いやつにはほとんどいない。ポイントを盗んでメモしておこうなどとは夢思わないのだ。もし今の作業のポイントは何だと聞かれた時にこれこれですと項目を10個ぐらい上げてさっと見せることができれば、これは すごい優れものである。私が上司なら一目置くに違いない。早い話、真似る、盗むというのは実にクリアな能力なのである。具体的にポイントを箇条書きにして出せるということだから、だからあんまり全部を盗もうなると思わず、まずポイントをつかんでメモをしよう。私がよく言うのは、例えばセミナーに参加したら主催者側の段取り、全体への指示など順序立て、具体的にメモを取れるということだ。全体を見る側に立ってノウハウを盗むのである。セミナーから帰ったら自分が同様のセミナーを開けるぐらいになっていたいものだ。それが仕事を盗むことだろう。とにかく仕事場の内外を問わず仕事のできる人を徹底的に見てメモしよう。そしてクリアな形で技を盗めと。で、最後にまとめがあります。見習うことから始める、真似る力。見て盗める人間は上司に間違いなく可愛がられる。観客席にいるのではなく作る側の視点にもあれ。真似るポイントはデフォルメして拡大する。漠然とではなくポイントを箇条書きにして、私はマッピングをお勧めしますけどもね、箇条書きにしてクリアな形で仕事を盗みましょうということで、新人がたくさん入りましたのでぼんやり仕事をせずにですね、きちっといいところ、ポイントを盗んでいくということを積み重ねていただきたいと思います。以上です。